この3つ手放し続けると奇跡が起きます。はい、こんにちは。生活で人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで皆さん、10月も半ばにね、もう近づいているということで、生活は進んでいますでしょうか。ドキッ、まだやってませんっていうね、方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、ご安心ください。今日私がお伝えするこの3つのものを、本当にこの1ヶ月手放し続けるだけで人生がどんどん好転していく方向に行っちゃいますというお話をしていきます。年末がもう近づいてるじゃないですか。で、年末といえばそうですよね、大掃除ですよね。で、その大掃除の前に物が多いともう大変なんですよ、掃除するのが。だからその前にしっかりと手放していくというのがね、この10月、そして来月の11月でめちゃくちゃ大事なんですよ。でね、なんで12月じゃないんですかって言ったら、12月ね、皆さん忙しいでしょ。もうなんだかんだなんだかんだ行事イベントもあって、クリスマスもあってね、もうなんかいろいろね、こうおせちの準備したりして忙しいんですよ。だからその前にしっかりと手放すという、この捨て活をやっちゃいましょうということなんですよ。それをやっておくと12月がすごいスムーズに動くわけですよね。で、この捨て活を10月しっかりやっておくと、12月はもちろんなんですけれども、来年の2025年、ここに向けて運気をどん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 、このね、角度をね、こうビューンと上げたいわけよ。で、だからそのためにまずはこの10月で捨てていきましょうということです。そして今日はこのね、3つのものを手放し続ける、この1ヶ月ね、手放し続けていただくと、本当にこの後の捨て活が楽になって、そして捨て活が楽になると掃除も楽になって、結局は2025年の、ね、運気につながっていくということになりますので、もう今から捨て活をされる方、捨て活真っ最中の方、もう捨て活はほぼ終わり、もう終わった方、そしてこの捨て活を通して人生を好転させたいと思っている方は、ぜひ最後までご視聴ください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、もう早速いきましょう。この1ヶ月の間でこの手放し続けてほしいもの3つ。まず1つ目、今年の夏の洋服。イエーイ、そうですよ皆さん、夏の洋服手放しましたか。まだでしたっていう方もいらっしゃると思いますし、あ、もう手放しましたよという方はもちろん OK ということなんですけれども、とにかくこの服をできるだけワンシーズンで入れ替えていただきたいということなんです。なんでかっていうとね、例えば皆さんね、洋服今年のね置いとくでしょ、ね、来年2025年夏になるじゃないですか。ほんならまずはね、黄ばんでるわけもうね、黄ばんでるんですよ。いや、もちろんちゃんと私クリーニング出してますよという方いるかもしれないんですけれども、普通で家でこうお手入れしてたらね、結構ね、黄ばんじゃったりするんですよね。で、その洋服着ますかってことなんですよ。皆さん理想の自分は、その黄ばんだ洋服を着るんかっていう話なんですよね。いや、それは着ないでしょうって、ね、できたら皆さんも着てほしくないわけですよ。だから1年前の洋服まず黄ばみます。そして何よりもこの1年後の皆さんって全然変わっていいわけ。そして変わってるんですよ。ということは、この古い洋服を着ることで、もう昔の臨場感が上がっちゃうんですよね。だから例えばさ、1年前の洋服見た時に、あれここで買ったわとか言って思い出すでしょ。もうその思い出してる時点で過去になってるわけですよ、自分の頭の中がね。で、そうなってると、こんなね、なんか未来どうしたいかなとかって考えられないってことなんですよ。だからなるべくこの過去のものを手放していって臨場感を下げたいですね。でもやっぱり過去のものを特に身につけるとね、臨場感が上がっちゃうの。過去の自分のアイデンティティにどんどん戻ろうとしてしまうから、身につけるものの洋服に関してはね、手放していくっていうのがめちゃめちゃおすすめってことなんですね。だから来年のあなたはもう変わってるし、もうもっとすごいあなたになってるし、もっと素敵になってるから、今年の夏の服はもう着ないわけということで、もう潔くズバーッと手放していく。これを本当にこの1ヶ月かけてしっかりやっていただくと、あ、私って変わっていいんやなっていう、こういった思いにどんどんなっていきますので、今年の夏の洋服は手放していきましょう。そして2つ目、1年間使ってないものね。皆さん、去年の10月から今日までね、使ってないものがありませんか。時
あります。こうなるわけですね、うん、だからそれはねしゃあないの、うん、だから基本的に私たちは一回得たものをもう手放したいとは思ってないんでね。だからまあいいんですけれども、それを皆さんはどうしていきたいですかというところなんですね。だからこうやっぱりさっきのまあ洋服の時にも話しましたけれども、どんどん新しい自分になっていきたいわけですよ。これがつまりは人生が好転していくということですよね、うん、だっていや私このままでいいですよ、だけど好転したいです、それおかしいですよね。このまま好転するっていうことはどういうことっていうことで、ね、ただの現状維持じゃないですか。じゃなくて好転していくっていうのはつまり皆さん自体が変わっていくってことですよね。だから変わっていっていいよということは、去年まで もっと言えば昨日までの自分じゃなくていいってことですよね。だから変わっていくってことじゃないですか、うん、ということはもうこの過去の今までのものは手放していくんですよ。そしてこの1年間使っていないっていうんであればもういらないわけ。じゃあもういいじゃんってことなんですよ。潔く一回ズバッと手放してみて、どれぐらい自分が一体ね困るのかっていうのを一回体感してほしいんですよ。でね、ほとんどの方が困りません。なぜかというと、買ったものはまた買えるからです。もう一回言いますよ。買ったものはまた買えるからなんです。今もちろん使っているものは OK なんですけれども、1年間使ってないってものであればもう手放しちゃって OK。 一度それをねやってみて、あ、私って自分が新しくなっていいんやっていうね、このね感覚をね体感してほしいんですよ。でね、ここでね思うわけですよ。いや私捨てるのはいいんですけど、本当に何かいいものって入ってくるんですかみたいな、そういう法則とか言ってますけど、本当に私に入ってくるんですかっていうね、こういう質問を時々いただくんですけれども、私の答えはイエスなんです。だって皆さん地球人でしょ、ということはこの宇宙の中にいるわけでしょ、うん、だからこれ宇宙の法則なので、とにかく自分から何かエネルギーを放つと入ってくるんですよ。もうだから安心して手放してってね、これをね、いや怖いから手放せない、私は入ってから手放しますってね、まあ思いたくなるんですけど、それやってると一生ね入ってこないということになるので、先に手放すというのをねぜひね体感していただきたい。もうそしたらなんかね臨時収入が入ってきたりとかね、なんかね素敵な人が入ってきたりとかするということになりますので、とにかくこの1年間使ってないっていうんであれば、もうこの先1年も使う必要がないということなので、とにかくこういったものは手放す、ぜひやっていきましょう。そして3つ目、ちょっと意外かもしれないんですけれども、見ると余韻に浸るものです。見ると余韻に浸る、つまりは思い出の品でもいいですし、誰かにいただいたものでもいいですし、自分がずっと全長年使ってないけど何か捨てられないもの、こういったものありませんか。昔買った洋服で高いから捨てられない、でも着ない、みたいなね、一応かけとこうかみたいなね、こういうやつですよね。でこれを見てると、あん時買ったなって余韻に浸りますでしょこの余韻ですよ。この余韻がね、これ2つあって、いい余韻と悪い余韻があるわけね。いい余韻は何かっていうと、あ、素敵、私この頃のこと思い出して、やっぱりこの時私すごかったし、今でも私はこれぐらいになれるんだ、もっとパワフルな自分できるとかね、こんな感じになるんであれば OK なんですよ。だけどそれを見てね、うわあん時は良かった、それに比べて今何、私、え、私を生きてるんですか今私、みたいな、そういうやつ、そういうなんか昔は良かったよねシリーズってやつね、それになるんであったらもうそれは捨てていきましょうということです。なんでかって、その余韻に浸ってて結局過去に戻って過去は良かったよねって、そんな人生がいいですか皆さん、じゃなくて未来もっと自分の手で切り開けていけたらいいと思いませんかってことで、皆さんできるんですよ。だけどなんか私にはパワーがないんじゃないかみたいな感じでなんか思わされてて、なんかその自分が本当はできちゃうっていうのをね忘れてるだけで、その忘れてるのを取り戻すためにそれを手放すというねことをやっていただきたいんですよ。だからこの見ててなぜか嫌な感じで余韻に浸るもの、これですよ。これ皆さんの今頭の中に思い浮かんだそれ、それを手放すっていうことで皆さんの人生が大好転、そして2024年をすっきりと終わらせて最高の2025年どんどんしていくね、一つの大きなきっかけになることは間違いないということになりますので、家の中にある見ると変な余韻に浸るもの、過去を思い出すもの、それは手放していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。まだ感想質問ありましたらぜひ皆さんコメント欄書いてみてください。今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会や無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとお話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、
この3つ手放し続けると奇跡が起きますということで、1つ目今年の夏服、2つ目1年間使ってないもの、3つ目見ると嫌な余韻に浸るもの、この3つになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!